キツケン。はい、羊コーヒーの森です。本日はカッピングをやっていきたいと思います。前回の動画でですね、少しカッピングについて、触れたんですけれども、その後ですね、カッピングについて調べて、再度ですね調べ直していたら、SCA のカッピングプロトコルが少し、変更になっていました。でコロナの感染防止を受けて、その防止策を盛り込んだものとなっておりましたので、そちらを紹介していきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、ではスタートします。本日使う豆なんですけれども、エチオピアのイルガチェフェを準備しました。で3つあるんですけれども、全てイルガチェフェです。で何が違うかっていうと、ロットが違います。でイルガチェフェって同じ銘柄でも、日本にこう入ってきた時にロット番号ってこう付けられていて、そのロット番号によって微妙にですね、産地ですね、少しもうちょっと細かく分けた時の地域や収穫時期、そういうのが違ったりします。なのでその年間を通して同じロットを買えば、すごく安定した味の、イルガチェフェを出すことができます。なのでうちではロット指定で買ってるんですけれども、ここに今3つロットがありますので、飲み比べてみまして、一番いいものを探してみたいと思います。はい、で今までとの大きな違いは、今まではですね、このカッピングスプーンっていうのと、こう吐き捨てるためのですね容器が配られて、カッピングっていう感じだったんですけれども、今後はですね、その吐き捨てるものの代わりに、こちらショットグラスが配られます。で、吐き捨てるっていう行為が禁止になって、完全にこう飲むっていう形になります。で、今まではですね、すくって、すするで洗うっていう流れだったんですけれども、今度からはすくって入れる、飲むで、こちらは洗う、なので、口につけたものがこちらにこう入らないようなオペレーションになってます。じゃ実際にですね、ちょっと分かりにくいので、やってみますので、よろしくお願いします。はい、でさらにですね、ここでも変更点があります。今まではここでこうドライとか、注いだ時の香りとか、こうクラストとかっていろいろやったんですけれども、今後はですね、それは主催者側の仕事になります。なのでですね、こういうのが配られて、お湯注いだりとかっていうのは自分でやらないっていうことになります。はい、で、この豆の分量とかレシピに対する言及はないので、おそらくですね、 10g の 181cc のお湯を注ぐっていうところは今までと変わらずになると思います。なのでその感じでやってみたいと思います。おそらくだから、ここは見てる感じになると思うんですよね。主催の人が注いでくれて、まあ今までもそうでした、注ぐのは主催の人が注いでくれましたけど、まあ、注いでくれて、ここから3分間浸水します。はい、では3分経ちましたので、ブレイクしてみたいと思います。でここもですね、以前は、参加者がこうやって香りを評価してたんですけれども、これも主催の人がやってくれます。なのでここまではですね、全部主催側のオペレーションになります。はい、そうしましたら上のアクエア粉をすくっていきます。作り終わりました。でこの時点でショットグラスと、カッピングスプーンが配られて、カッピングスタートとなります。はい、それでは一回流れをやってみたいと思います。はい、こんな流れになります。で今ですね、こちらのスプーンですくってショットグラスから飲みました。
でその後にですね、まあ、プロトコルでは、こちら、ダンプバケツを用意してって書いてあるんですけれども、まあ、こんな感じのものがあって、それで注ぎます。っていうようなオペレーションになります。なので今まではこう飲んで、洗って飲んで洗って飲んで洗ってってすごくこう素早くスピーディーにできたんですけれども、それがですねここで2工程入ってしまうというところで少し面倒くさくなったかなとは思います。ただこう口に入ったスプーンがここにこう入るっていうことがなくなったので、まあ一つはコロナの感染っていうところでは防止策がしっかり打たれているっていうところと、あとはですね、結構こう神経質でカッピングやりたくないなっていう人結構いたと思うんですけれども、そこもまあやりやすくなったのかなって思います。もう一度やってみたいと思います。じゃあ今度は3つ続けてやります。はい、っていうような感じです。結構忙しいですね。素早くやろうと思うと、もうどれがどの味だかよく分からなくなっちゃうので、まあ、一つ一つしっかりと、口に入れて飲んで、確認するっていう、あまりこう慌てずにですね、こうスピードっていうよりも、まあ、正確さを重視した方がいいのかなと思います。はい、で今のが、SCA の、修正された新しいカッピング、プロトコルなんですけれども、説明欄にも、リンク貼っておきますし、 PDF で、誰でも、ダウンロードできるようになっています。英語とか、中国語とか韓国語とか日本語とか、たくさん翻訳されてるんですけれども、若干ですね翻訳が甘いというか、不思議な日本語が使われたりもするので、分かりにくいところもあるかもしれないんですが、ぜひ一度ダウンロードして、見てみてください。ちなみに羊コーヒーではっていう話なんですけれども、羊コーヒーはですねこういうショットグラスではなくて、このガラスのおチョコを使ってます。こういう感じですね。で、まあ、利点としては、花がしっかりと入って香りが分かりやすい、こう花咲きがですね、花咲きがすごく分かりやすいように、まあ、もともとお酒を飲むおチョコですので、すごくそのあたりの設計がいいっていうところでこちらを使っています。飲みやすいし、洗う時もですね浅いのですごく洗いやすいと思います。こんな感じですね。で、さらにですねまあ、ショットグラスでもいいんですけれども、ウイスキーを飲む時なんかに使われるこうチューリップ型のグラスとか、ああいうものを使うとよりこう香りが分かりやすく、カッピングできるんじゃないかなと思います。まあ、理由としてはクラストとかドライっていうところですね、花咲きかを感じる工程がなくなってしまったので、よりですねこのカップの時にしっかりと、そのあたりをこう感じて評価できるっていうツールを揃えた方がいいのかなと思います。で、まあおそらく実際にこう行ったりとか主催者がこういうものってこう準備してくれないと思うんですけれども、まあ、個人でカッピングをやるときとか、自分のお店の豆を選ぶときとか、そういうときはですねぜひちょっと一工夫して選んでみるといいのではないかなと思います。はい、というわけで、コロナの感染防止っていうところで生活様式がどんどん新しくなっていて、まあ、こういうもの一つ一つをですねしっかりと受け入れて、でその時代に合わせたスタイルでコーヒーってやっていく必要があると思います。ですので今日の動画ぜひ参考にしていただいて、新しいカッピングのやり方ですね覚えていただいて、コロナの感染の防止に努めていただけたらなと思います。では今日はこんなところで失礼いたします。